はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、遠征記というデッキ山さん、覚えていらっしゃいますでしょうか。このシャルル大帝っていうねモンスターをエースに要している戦術テーマなんですけども、遠征騎士デッキってね、なかなかその組み合わせ書道でして、基本的にはあんまり一枚書道をねデッキの中に入れるのが結構難しかったんですよ今まで。まあ一応いたはいたんですけど、ちょっと難しかったんですよね。語尾が増えたりとか、現実的なデッキになんなかったんですけども、今回そのバーニングラックからキングデンプシーというモンスターが実装されまして、こいつがねレベル 4×2 で作れて、デッキから戦術速レベル4以下の炎属性モンスターを持ってこれるという効果がありますんで、まずキングデンプシー整列イコールイゾルテになってるんですよ今現代遊戯王の人は。でね、聖騎士デッキって基本的にイゾルデを作る段階でレベル4の戦士族が絡んでると動けるんですよ。これなんでかっていうと、このリッチャルデッドっていうモンスターがイゾルデから出してこれるんですけども、レベル1の戦士族モンスターなんで、こいつがですね特殊召喚に成功した場合に墓地のレベル4以下の戦士族炎属性を特殊召喚できるっていう、だからレベル4の戦士族炎属性非中なモンスター、これを蘇生すると5シンクロができてアンジェリカに下がるんで、レベル4の戦士族炎属性を絡めながらイゾルデが出ると一応遠征騎士のムーブが可能となってるんですね。で、それが可能になりました、こいつが来たことによって。これね、バーニングナックルアッパーカッターっていうモンスターがいて、でこいつで召喚特殊召喚に成功するとバーニングナックルモンスター持ってこれるんですけど、こいつってレベル4の戦士族炎属性なんですよ。でアッパーカッターでスパーってやつ持ってくるとレベル4のモンスター2体になるんで、バーニングナックラキングデンプシーが出せまして、でキングデンプシーの効果でリナルドとかキリベレディを持ってきて出すと、もう 2体で戦士族なんで、その冒頭でさっき言った動きが可能になってるんですね。だから遠征騎士デッキの1枚書道になってるんですよ、このアッパーカッターってモンスターが。まあもちろんアッパーカッターだけじゃなくて、組み合わせ書道と結構動けるんで、例えばオジエプラス、レボリューションシンクロンとかでも動けるし、キリビレディとなんか戦士族とかでも別に動けるし、なんかレベル4のね、適当なモンスターとかでも動けるし、なんか、いろんなハンドで動けるんですけど、今回はこの、圧倒的一番書道を要、ゲットした遠征騎士を、分回していきたいと思います。はい。展開ルート、はね、ちょっと一応デッキレシピの方に載せておこうかな。いくつかねあってね、結構ね遠征騎士って複雑なルートがあるんですよ。はい、書ききれる分だけちょっと書いておきたいと思いますんで、まあ、気になる方はぜひ、デッキレシピの方をご覧ください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、このハンドはまあまあ強いですが、何の誘発もケアできないですね。はい、まあニビルケアは結構得意なんですけど、このデッキ、まあ、ゾウジが本当に重すぎワロタというところで、あ、なんかとりあえずなんか通りそうですね。パワーツールドラゴンを出しに行きます。はい、で無限包容もうなさそうなチェンシーなんですけど、一応パワーツールで、見に行きましょう。パワーツールなんかちょっとよくわかんなすぎて、これ無限包容打ちたくなるでしょ。一般的には結構誘発打ちたくなるカードと言われてますからね。まあこれ別に正直これ今デュランダルあるんで、手札に加わっても加わんなくてもどっちでもいいんですけど、デュランダルはちなみにアルマスデュランダルって見せると確定です。でデュランダル装備しましょう。パワーツールに装備して、レボリューションシンクロンはシンクロ召喚してると特殊召喚ができます。でクリスタルリング、ここでニビルをケアしていく。1,2,3,4 回目なんでね、これ。はい、でデュランダル効果、装備状態で墓地を加えると自分の、墓地のモンスター特殊ができますんで、これで、アッパーカッター特殊で、アッパーカッター効果、こっからね新しい動きをね見せていきますよ。はい、これが新たなる遠征騎士、まあ、バーニングナックラーなんだけどね。ちなみにバーニングナックラーデッキはマジで弱かったけど、キングデンプシーはガチで強いって何回も説明してるじゃないですか僕。このアッパーカッターっていうモンスター、ちなみに遠征騎士の一枚書道なんで一枚書道モンスターなんですよ。はい、遠征騎士デッキのまさかね遠征騎士が一枚書道を手に入れるとはねみたいな感じなんだけど、はい、バーニングナックラー、ちょっとスパーっていうモンスターが、こいつがね特殊召喚す、の効果っていうか特殊召喚しちゃうとバトルフェーズを行えないよっていう効果があるんですけど、
その効果一応先行あったら何のもあの何デメリットもなんないから、それがねめちゃくちゃ強いんですよね。でリナルドでこれ、あちなみにスパーの特殊召喚はこれあの単一制限ついてませんので、何回でも出せると BK がいればなBK デッキよりも山ほど活躍してるみたいな話だけど、でイゾルで作りに行きます。こっからイゾルでいけるんでね、はい。でイゾルで、効果、まあ、これはもう効果使えないんで、まあ、ローランとか、持ってきて、あこのターンにねこうあの効果使えないし特殊召喚とかできないから、でイゾルで効果で、装備魔法1個落として、メタルシルバーアーマー落とします。で、デッキからリチャルデッド出して、これリチャルデッド引いてるときはあのキリブレディでいいです。キリブレディ出してきて、キリブレディ効果であの手札のリチャルデッド出すみたいな感じで、オジエ特集で、オジエにリッチャレットチューニング、アンジュリカで、アンジェリカの効果を発動して博物館行ってきましょう。ちょっと装備カードいっぱい引きすぎてるもんだなこれで、アンジェリカで持ってきた博物館の効果で、やべえもう装備カードがねえやデッキの中に。そこから、一旦対象に取りに行かないといけないんで、オジエちゃん効果発動、アンジェリカ対象取るで、アンジェリカ効果、変身しますローランに。墓地を送るカードはゴッドフェニックス引いてる場合はゴッドフェニックスを落とさなくていい。これあの本来であればゴッドフェニックスここで落とすんですけど、まあ、ここ引いてるんで、大丈夫ですよと。でここで1回シャレル出しましょう。さあ必殺現れろ、これがエースモンスター。遠征騎士シャルル、そして装備遠征剣アルマスをシャルルに装備で、装備カードを装備しているシャルル一体でリンク召喚シャルル大帝、そしてシャルル大帝の効果と、アルマスの効果が発動するぜ。あちなみにあのこれをこのアルマスの効果を使ってゴッドフェニックス回収しに行くっていうね、あのそういう動きになってます。トゥルパンかなんか回収しとく、なんかまあ何でもいいんだけどね、これキングネームし回収しとこう。で、シャルルを装備していく。ちなみに博物館の効果は、装備カードをサーチした効果を使っていると装備状態のモンスターをなんか前に出すっていう効果がありまして、これを使うことによってダブルシャルル大帝が可能となってます。このデッキ最強。あちょっといいえ、で、博物館の効果を発動、博物館の効果によりシャルルを前に出す、いけブイーン、そして遠征騎士でシャルルに、ローランを装備していく。おい、そして、装備カードを装備した状態のシャルル一体でリンク召喚あらあらろシャルル大帝カッコ2体目でシャルル大帝の効果シャルルを装備よし。そしてゴッドメニクスギアフリードの効果、自分の墓地から装備カードをゲームから除外し、このモンスターを特殊召喚。ふぃーん。つえ盤面。盤面鬼強いんだけど、これマジ。死ぬほど妨害すだけど。これでエンドフェーズ入っていいですね。はい。で、アンジェリカ戻ってきます。で、シャルルの効果発動。自分の墓地から装備カード装備して、でデッキから装備モンスター装備する、でこれでオリビエ装備する。こうするとシャルル大帝以外のモンスターが対象に取れないし、シャルルも対象に取れないんで、相手はフィールドモンスター全部対象に取れません。あのフィールド墓地のモンスターか、相手これ自分の墓地のモンスターとかも対象に取れないんで、マジで強いですよこれ。シャルル大帝、ちなみに魔法トラップカード1回無効する効果が2回発動できますんで、今2体いるからね。だから魔法トラップカード2回無効でモンスター効果を、2回無効にします。今で、なんか装備カードが装備されると、なんか1枚カード破壊します。まあ、誤妨害ですね。今のところ。ライトニングストーム、強いやん。ライトニングストームは、どっちでもいいんですけど、シャルル大帝の効果を起動しましょう。シャルル大帝の効果によって、装備カードを墓地に送ることにより、相手が発動したマジックトラップカードの効果を無効にすることができます。さあ、ライトニングストームなんていうマクルヒドは許さない。あ、ちなみに超融合はめっちゃ効きます。同じ種族属性のモンスターいるからね。まあ一応全部はしょられないと思うけどね、さすがに。それでも、ああ
流送権限いいだろう。送権か、なるほどな。バキヤいいでしょう。アリエンリオの妨害あるけど相手超えられるかな。これリュウエン、はい、リュウエンは無効しましょう。バロネス出てきちゃうんで、クリスタルウィングシンクロドラゴンの効果、相手が発動したモンスターの効果を無効にし、そして破壊できた場合そのモンスターの攻撃力分の打点をアップする。さあ最強効果、さあ手数が出ない相手困った。おっと白の聖女セクレシア来た。白の聖女セクレシア効果発動いいだろう。タイヤか、なるほど。タイヤ対象にトラ、トラない強いね。今ちなみにメタルシルバーマが装備されている状態で、しかもオリビエのも装備されてるんで、シャルル大帝が。だから本当に相手何にも効果の対象にできないんですよね。めちゃめちゃ強いんですよ。マジで強いんですよこれ、この状態だと。相手ちなみに何、墓地の、自分の墓地のカードとかも対象取れないんで、環境で言うと例えばポプルスのなんか墓地から置く効果とか対象取るんですけど、あれとか、あとトガ姫とかも確か対象取るよね、あれね、墓地蘇生とか。あれも多分無理だし、なんかスネークアイだとフランベルジュとかも対象取った気がするんだけど、あれ二体蘇生みたいな。対象取んない買ったらいけんだけど、対象取る効果だと大体全部無効になります。はい、メタルシルバーマンマジで強いんで。こうなるんですよ、マジで。相手何もできないですね。はい、これがシャルルの、シャルル大帝とメタルシルバーマン、そして、まあ、新しいカードバーニングナックライが追加された遠征騎士のパワーよ。この場面やばいだろ。まあ、展開等ではね、環境デッキ相手でもね、ちょっとやそっとじゃ負けないです。対戦ありがとうございました。あー、ゾージートールカゲーミング始まった。ちょっと誘発のね枠があんまり取れてないんで、まあ、正直ちょっと高校の勝率はねなかなか厳しいところはあるかもしれませんけども、まあ、正直今の環境後手まくり無理じゃねって思ってんだけど、これ皆さんどうですか。後手勝てます。なんかなかなか後手勝てる環境じゃない気がするんで、なんかもう先行に寄せた方がもう極論いいんじゃないかっていうね。 であとはもうメインギミックの手数でご了承しかねえと思ってんですけど、これ皆さんどう思いますでしょうか。まあ、超事務所みたいなデッキやったらね、ちょっと手札誘発めっちゃ採用できると思うんだけど、まあ、あのデッキはでも手札誘発を弾く手段があんまねえからな。はい、スネークアイポプルス、まあ、もう、まあ、当たり前に増殖数字打つんですけども、通りますか、通りますか、通りますね。チェーンがありましたね。速攻魔法ありそうですかね、これ。速攻魔法ありそうな匂いしますかね、わかりませんね。多分抹殺測らなかったら打ってると思うんですよね。ゾージーとかかな、なんかゾージーはありそうだね、手札に。相手のゾージーとか、まず多分速攻魔法はもうないか、財宝狩り使ってるからな。多分手札1枚ゾージーなんじゃねえか相手、と思うんだけど、まあとりあえずゾージー取ってるかなとかあるでしょ。はい、やべえ相手なんで、これなんか好き放題動いてくるやつか、止まんねえやつか、なれー誰はい、なんで言うて何抜かれてもなんか動けそうな反動してるけどな、結構割と動き、あ、いやもうあれか、あ、いやいけるわ、いけるわ、イゾルでできるか、いけるわ多分。まあ、あの捨てカードが、なん、あれの捨てカード何でしたっけ、シルビアだな、シルビアか、シルビアだったわ確か、シルビア鬱陶しいな、一望があんだよなこれ、なんだかんだで。このデッキ一望が今手札的に超えられるかと言われると非常に怪しいですね。なんとかするしかないか。ゴッドフェニックス来た、ゴッドフェニックスギアフリードが来た、なるほど。いやこれ難しいな、まあ、テュルパンからだな、テュルパン、アストルフォはちょっと取っとかないと手数になるから、でテュルパン召喚で、リナルドから行くしかないか、あです、スネークアイ OK です。特殊召喚、まあ、一回 G 打ちます。なんか手数引きたいですねこれでね、ここの G で。まあフランベルジャーは別に出てきても、まあ今そんな何もしないから、まあ今はまあよくて、まだフランベルジュ OK、 あーいらないな今、まあ、リナルド出すしかない、リナルド出していく、
旦シルビア踏みに行きたいんだよね。どうしたらシルビア踏めるかな。イゾロで行ったら踏めるか。あースパー、いや今いらねえな今いらないね。ありえんレベルでいらないね。今びっくりするほどいらないんだけど、イゾロでするしかないんだよなこれ。いや使ってくれると思うけどね、さすがにイゾロでしたら。さすがにここで使わないやついるシルビアをイゾロでやで、さすがに使うでしょ。俺これ使われないと逆にきついけどね。ちょっとさあサーチ入れますよの効果発動します。召喚系は使いました。さあどうしますか。さあどうしますか。あー使ってくれた、よかった。しちなみに多分ね皆さんね、あのイゾルデの効果使われた場合、遠征騎士デッキっぽいやつに多分ね2体目のイゾルデ出てきちゃうんで、展開力あると。なんで多分ねイゾルデのリクルート効果に使った方がいいです。なんか無効系効果あれば、なんか無限包容とか。今この状態だと2番の効果イゾルデ使ってないんですよ俺。まあ、ディアベルさん持ってくのいいわ。2番の効果使ってなくて、あーレボリューションシンクロも来た。これこうなってくるとね、2体目のイゾルデ出しに行けるんですよね2体目のイゾルデっていうなんかパワーワードなんですけど、これをね出しに行くことができるんで、一応貫通はできるんですよね多分。これそうなってくると遠征騎士アストルフォの効果発動する。これはね手札のモンスターでいいかな。レベル4にして特殊召喚しましょう。 GOK で、ここは多分これ一番最初から持ってた自由だよな。で、うらら。はい。で、墓穴じゃないから大丈夫、あれは。だこれは多分通る。OK。で、引かせはしない。でですね、レベル4にして特殊召喚しましょう。からの、いや、これからのもう一発イゾルでやろ、これ。一旦これシンクロできるな、これ。トゥルパン墓地いるから多分よみがえってこえるわ。アストルフォーとレボリューションでパワーツール。これちなみにこっからはちょっと真剣ゼミでやってない展開なんで、ちょっと僕も割と探り探りにはなるんですけど、多分いけると思います。はい。結局イゾルでは出るから。で、デュランダル装備するでしょ。パワーツールに。で、遠征剣デュランダル。てかテュレパン使わなくてもこれキリビレディサーチすればいけるわ普通に考えて。でレボリューション効果、デッキトップ送って特殊感、一旦クリスタル出しに行く。さあクリスタルウィングシンクロドラゴンによって相手のモンスター効果は一回無効にすることができる。でキリビレディを戦士とかいるんで特殊召喚で、キリビレディとイゾルデでイゾルデイゾルデの、向こうはイゾルデで貫通していくスタイル。あちなみにこれやっぱだから2番の効果にチェーンだよね多分相手、うん、2番の効果に無効系効果はチェーンした方がいいと思う。で、これコースでしょ。でリッチャルデッド効果起動するじゃないですか。よし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 、いいぞ。いつも通りの展開にゴールできそうだ。これはレベル4だったら何でもいい。でトゥルパン OK でアンジェリカオッケーオッケーオッケー、来てる来てる来てる、いけるぞこれは。いける。でアンジェリカ効果発動、博物館持ってくる。で博物館発動で博物館効果で装備カードサーチ回ります。いいな。オッケー。オリビエアストルフォルビエ、オリビエでいいか。オリビエ効果対象アンジェリカで、アンジェリカ対象取られたんでびっくりして効果変身。墓地送るのはオジエとかでいいかな。で装備解除、装備解除ね、装備されたんでローラン出てきて、オリビエ装備対象になくなる。でテュールパンは装備カード装備してから出して9だな。
アレマス装備で装備カードが装備されているモンスターがいると、ティルパン墓地から蘇ることができる。でレベル4チューナーにレベル5の、レベル4のシチューナーにレベル5のチューナー合わせていく。シンクロ召喚現れろ。遠征騎士シャーレル。そして、アレマスの効果、これで除外状態のティルパン回収すればいいか。 OK、 いいぞ、なかなかいい感じでブーマってんじゃねえか。でローランをシャルルに装備する。で装備カードが装備されたシャルルの効果、相手のカードを一枚破壊することができる。そして装備カードが装備されているシャルル一体でリック召喚現れろ。シャルル大帝、そしてシャルル大帝のモンスター効果、自分の墓地のシャルルを装備することができるぜ。もちろんまだ俺は博物館の効果を使ってねえぜ。そして行くぜ。つえ大聖剣博物館の効果、さあ再び現れろシャルル。キュイー、そして自分の墓地の遠征騎士オジエの効果、シャルルに装備、そして装備カードを装備しているシャルル一体で陸召喚現れろ。ダメね、シャルル大帝つえこれで魔法トラップを2回ほど無効に、まあ、装備カードを装備しないでもいいんだけど、装備カードを装備していると魔法トラップカードを無効にできるモンスターが爆誕するぜ。そして、装備カードをゲームから除外することによってゴッドフェニックスギアフリードを特殊召喚、強いなマジで。ちょっと一応使っとくかこれ。アストルフォはなんか2回目のスタンバイフェーズになんか戻ってきたりする効果なんですけど、バトルフェーズだぜ。まずは、イゾルテで、リンクリボーを攻撃で、リンクリボーの効果いいだろう。リンクリボーの効果は止めないで、攻撃力がゼロになる。 OK で攻撃続けない。ちょやばい時間ない。ゴッドフェニックスでこっちぶん殴る。さあゴッドフェニックスギアフリードのぶん殴ったダメージステップの効果、リンクリボーはちょっと止めるか。ちょうるせえなお前黙れ。でクリスタルウィングシンクロドラゴンの効果によって相手のリンクリボーの蘇生効果を無効にして破壊することができる。そして、ゴッドフェニックスギアフリードのダメージステップの効果、相手のモンスターを装備カード扱いで装備することができる。ふーいバゴーン、やばいこれワンキル取れたんじゃね。きっと神ゲー、いや強これっけ。やばめちゃくちゃな展開力だなこれ。対戦ありがとうございました。これは神デッキだろ。うわー手数出なそう。レベル4、いやまあデュランダル装備でサーチ入れればいいか。バーニングナックラーのさスパーとかいうモンスターがさバトルフェーズできねえっていう効果あるのめっちゃうざいんだよね。アラメシアの儀、はい、あーうぜーマジか。アラメシアの儀、合金でアラメシアの儀発動されるデッキ、何これ。勇者エルドリッチとかそっち系、サスライのグリフォンライダー、サスライのグリフォンライダー生きてんのにさ、なんかマスターデュエルって静電の水塚2枚返ってきてんだよね。でアラメシアも2枚あるし、なんかあまりにもマスターデュエルと OCG でなんかその規制の方向性違うのなんでなんだろうな。まあ、もちろんシングル戦とねマッチ戦の違いはあるんだろうけど、スターレットパピオン入ってんのマジすげえカード入ってんな。あー迷い花の森まで入ってんだ。なるほど、これトークンが何の効果も受けられますね。あ強っ。やばい、勇者グッドスタッフみたいなのできないかこれ。なるほど、ディアボリックディナイアル、なるほど、いや強いな普通に。デスフェニ、デスフェニ、デスフェニグリフォンライダーでスタルトパピオンで勇者トークンが何の効果も受けないみたいな感じやね。ディアボリック、でもこっからヒーローしか出せないから、まあ言うてそんなにやばいこと起きない。多分ブルーディは出てくる。これやばい、これブルーディ出てくんじゃね。ちょブルーディ出てきそう、やばい。だって3体並べるのおかしくねこれ。やばいかもしれん。えもっとやばいやつできたわ。いやもっとやばいやつできた。
ブルーディーより全然やべえやつできたわ。すいません、何にもモンスターがすいません。こいつマジで強いよな。ちょっと久しぶりに俺も使いたくなってきたらバニティルーラーこれ相手だけなんだよモンスター特殊召喚できないの。自分はモンスター特殊召喚できるの結構終わってるよな。